武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は駒澤大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間60分で大問が3題、出題されております。で、問題の構成としてはですね、大問ごとに五軍から選ぶっていう、まあ、日本史でも同じ形で出てるんですけど、まあ、選択肢が全部ワンセットで五軍という形で出てくるような形、形式となっています。で、世界史と日本史と比べると、世界史の方がかなり選択肢が多くなっていますので、紛らわしい単語が世界史の方がちょっと多くなってるかなという形ですね。なので、似たような用語の区別をちゃんとつけられるようにするというのがまず大前提となります。なので、網羅系の、スピードマスターとかツインズマスター、ナビゲーター、こういった参考書ですね、あと、一問一答などで、確認しておくといいと思うんですけど、正確な知識を入れると、で、周辺情報とちゃんとセットで覚えるようにしておきましょう。で、参考書のレベルとしては、日大レベルの参考書終わっていれば十分対応はできます。ただ、この形式に慣れてないと、っていうのと、やってみて実際そのうろ覚えかなみたいなことがあったら、その基礎の参考書に戻ってやり直すという練習をしておく必要があるとは思います。特にその選択肢の中でどっちがどっちだっけみたいな区別がついてないものなどは、改めて自分で例えば書いて、こっちはこう書いて、自分でこっちはこうでこっちはこうみたいな形で区別つくように、覚え直すような練習をしておくとやりやすいかと思います。以上が世界史の勉強となります。